こんにちは、着物コーディネーターのさくらんです。今年もよろしくお願いいたします。ということで、だいぶ日は経ってしまいましたが、2022年1月2日にですね、ちょっと、年明け早々ライブに行ってきましたので、その時の、着物でお出かけの様子をお伝えしようかなと思います。まずはですね、二分式襦袢を着ております。ちょっと目がチカチカする柄ですけどね、襟がしましまと鱗柄で、袖が市松柄でございます。結構今日はモノトーンの感じでした。これちなみにですね、1月2日どなたを見に行ったのかと言いますと、私の大好きなですね、清水ミチコさんのライブを見に行ってまいりました。イン大きな玉ねぎの下で、日本武道館でございます。結構ね、清水さん、年明け早々に日本武道館でライブされてることが多くて、で一度ね、別の会場でね、清水ミチコさんのライブ見に行ったことあるんですけど、もう本当に面白くて、めちゃくちゃ面白くて、でもう一回なんか見に行きたいなと思ってたところ、まあ、年明け日本武道館でやるよっていう情報を得まして、でチケットも取れましたので、今回はですね、同じくお笑い大好きなうちの母と一緒に見に行ってまいりました。でまあ、清水ミチコさんのライブ、まあね、せっかくお正月に見に行くんだし、まあ、着物で行こうかなと思って、まあ、どんなコーデにしようかなって思った時に、まあ、清水さんといえばピアノ弾き語りっていうのかな、まあ、弾きながらネタをされることが多いので、やっぱこうピアノをイメージした白と黒のコーディネートにしようかなと思っております。でこの日ね、これ着てるのは黒紋付きですね。まあ人によりけりなんですけど、まあ、こういう黒紋付きをこうあんまりカジュアルダウンするのも、まあ、結構賛否両論あったりはするんですけど、もう私は結構カジュアルダウンするのは好きなので、結構あまり気にせず着てます。まあ、ただカジュアルダウンした黒紋付きでフォーマルの場に行くのはさすがにちょっと NG だとは思いますので、その辺のさじ加減は、着る皆様いろいろで、考えて決めていただきたいなと思います。まあ、私は全然カジュアルに着てもあり派な方でございます。そうこうしている間に、もう帯に取り掛かっておりました。この黒紋付きね、家紋が日の丸柄なんですよ。なんかすごいおめでたくて可愛い柄なんで、まあ、うちの家紋ではないんですけど結構気に入っております。動画の前半の方で家紋ちらっと見してたので、お暇な方は巻き戻って見ていただけたらなと思います。でまあ座席に座ってね、結構ずっと見るので、この日も、帯結ばない帯結びを結んで、背中をフラットに、華やかにして、着付けております。なんかね、ちょっとおめでたい感じ出したかったので亀のブローチつけてみました。こんな感じで、まあ、ちょっと黒に赤を効かせたコーディネートです。この刃文、この家紋はうちの家紋です。丸に三つ頭ですね、うちの家紋でございます。黒羽織なんですけど、これ男物なんですよ。男物の方が結構袖がしっかり縫いとどまってるので、結構私はこっちのタイプの方を愛用はしております。はい、そんな感じで羽織を着終わりまして、羽織紐、これはね、だいぶ前に買ったネックレス、自分で羽織紐に改造したやつですね。なんかすっごいジャラジャラするのでお気に入りでございます。結構ね、金具を付け替えたりしてリメイクするのに最近ちょっとハマってまして、なんかしょっちゅう湯沢屋とか際製作所に行ってパーツを買っております。はい、完成いたしました。こんな感じで結構ブラックフォーマルな感じにしてみました。若干ね、二日酔いでね、顔が死んでおりますね。はい、ちょっと前日飲みすぎました。いやー、しかしやっぱりね、清水さんのライブすごい最高でした。もうゲラゲラ笑いました。もう思わず T シャツも買っちゃいました。これめっちゃ気に入ってます。そんな感じのお正月でした。今年もどうぞよろしくお願いいたします。